で臨境反応の手順を紹介します。まず純粋ですね。純粋にグルコースを溶かしてグルコース水溶液とします。はい、すぐ溶けますね。でこのグルコースの水溶液を銀鏡を張りたいグラスを少し保温しておく関係で、これお湯を張ってあるんですけれども、こちらの方にその溶石に合わせてですね、実はこれ2つちょっと体積ちょっと違うんで、こちらの方ですね、こっちがちょっと小さくてこっち大きいんで、まあ、2対1ぐらいに今グルコース液入れました。正確に測っておくと、まあ、よりいい臨境ができるんですけども、サンプルとして2つ用意しました。改めて硝酸銀 と、水酸化ナトリウムをそれぞれ純粋に入れて溶かしますね。先に溶かしておいて、硝酸銀を溶かしておいて、はい、ほぼ溶けました。次に水酸化ナトリウムを追加します。はい、まあ、当然茶褐色の沈殿ができるんですけども、アンモニアを滴下していって搾イオンの状態にするんですけど、はい、茶褐色といいますか暗褐色の沈殿ができます。酸化銀ですね。これにアンモニアを入れます。ノンアンモニア水を滴下していくんですけど、この沈殿が消えるところまで滴下していくことになります。はい、ちょっと余計に入っちゃったかもしれませんけど、ここでのポイントは実験の直前に調整するっていうことですね。作り置きできないので、事前にこう作り置きをしていくと爆発性の物質ができることがあるので、直前にアンモニアを加えて搾イオンの状態にするということがポイントです。先ほど作った銀搾イオンの溶液を入れます。少し温めておいてるんですけども、たちまちガラスの内側にですね、銀が析出してくるのが分かると思います。このまましばらく様子見ます。右側の溶石の多い方が比較的早く銀が腫れたようなので、こちらを先に、このようにですね、排気の方を処理のように設置していますので、そちらを参考にしてください。こんな感じですね。内側を覗くとこんな感じです。これを水洗いして、これ今水洗いしてきたものですね。アセトンを使うと比較的早く乾かすことができます。でさらにこれ内側ちょっと弱いもんですから、この内側にですね、ペイント用のこうラッカーなんか塗ったりすると比較的強度の高い銀鏡になります。よく化学実験なんかでね、試験管の銀鏡貼ったりなんかするんですけど、先ほどの溶石がちっちゃい方もね、時間が経ってきたら
結構いい感じで、上から覗くとこんな感じですね。水面にですね、ちょっとこう銀の光沢がちょっと見える感じの時が比較的いい結果をもたらすことが多いようです。まあ、よく見るとこうところどころですね、薄くなってる部分をできることはあるんですけど、まあ、いい感じで銀鏡貼られてますね。